弟子屈町公式ニュース。ちょうど125周年という、節目にあたりまして、本当は昨年がちょうどその年にあたりましたんですが、コロナ禍ということもありまして、今日務めるという形になったことであります。今日こういう形で迎えられたということは、大変なご苦労が先輩たちによって受け継がれてきたんだと思うんですね。そういうことでは本当に感激しておるところであります。はい。お寺ってもともとは住んでる僕らお寺の人間がの持ち物ではなくて、もともとは寺小屋だったりとかそういうところが始まりで、地域の皆さんが集まる場所だと僕は思います。で、今回内部とかそういうのをですねご修復いたしまして、皆さんに使いやすくですね、なっております。部屋を区切ったりとか、本当にちょっとのですね、集まりとかでも使いやすくすべて改修いたしましたので、お寺っていうとちょっと、敷居が高いかと思いますけれども、そうではなくて、どなたでも使っていただけるような、そんな場に、なればいいと思ってますので、よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。